じゃあ、絵に行きますね。糸辺をまず描きますね。45度ぐらいできて、斜めに持って、これが1画目です。2画目も平行に持ってきて、この長さはだいたい同じでいいです。少し右に上げて閉じたら、この長さよりも、まあ、同じかちょっと短めぐらいでいいです。上の方から点を2つ。辺の位置より上から45度で斜めに持ってきますね。この線の半分を狙って、左右同じ長さぐらいで、左の線に平行に近い感じ。ちょっと立ててるかな。そしたら上の2倍ぐらいで閉じますね。上の幅ぐらいで横に広い口を描きます。この幅ぐらいで横を持っていったら、この口のあたりから縦の短いのを持ってきます。そしたら上の2倍で閉じて、右寄りから辺よりも長く抜いて、